ケリー・ウルフはアメリカ合衆国のプロレスラー。テネシー州ナッシュビル出身。WWF やアスアではウルフィー・ディ・ティエネではスラッシュのリングネームで活躍。現在はアメリカ各地のインディー団体でセレバスのリングネームで活動。ジェリー・ジャレットとジェリー・ローラーが主催していたテネシー州メンフィスのアスアにてデビュー。1993年よりウルフィー・ディを名乗り。 ビル・ダンディの息子である JC ・アイスことジェイミー・ダンディをパートナーに白人ラッパーをギミックとしたヒールのタッグチーム PG-13 を結成ロックンロール・エクスプレスやトミー・リッチダグ・ギルバートなどを構想相手に明日は世界タッグ王座を再三獲得した1996年11月ネーション・オブ・ドミネーションのオリジナルメンバーとして JC ・アイスと共に WWF に登場。リーダーのファルーク及びクラッシュやサビオベガのエスコートと、セコンド役を務め、入場時のラップも担当した。PG-13 として、試合にも時折出場し、1997年5月12日のマンデーナイトローでは、リージョン・オブ・ドゥームと対戦している。WWF 離脱後も PG-13 での活動を続け、 1998年からは、イカップリング・ウィズに参戦。8月17日の、PPV ハードコア・ヘブンでは、ダッドリー・ボーイズの、イカップリング・ウィズ世界タック王座に挑戦した。2000年には短期間ながら、WCW にも出場している。PG-13 解散後、ゴスニミ,ミックのスラッシュに変身。オビューでは、リバイアさんや、トラビス・ベインとディサイプルズ・オブ・シンノルユニットを結成し、 活動。2002年下期より、ジェリー・ジャレットが旗揚げした NWA ・ティエネに参戦。悪党マネージャーのファーザー・ジェームズ・ミッチェル率いるディサイプルズ・オブ・ニュー・チャーチのメンバーとなり、同年11月13日に、ブライアン・リートのコンビでアメリカズ・イモスト・ウォンテッドから、ティエネ版の NWA 世界タッグ王座をダッシュした。t ネには2004年4月まで在籍し、以降は、 各地のインディー団体を転戦。2010年には地元であるナッシュビルを拠点とする層に出場し j c i イスと PG-13 を再結成した。2013年よりリングネームをセレバスへと変更。2月9日 TCW にてルーズベルトザドッグとタッグを組んで初参戦ながら TCW タッグ王座を獲得している。3月19日には ティエネのワンナイトオンリーであるハードコアジャスティス2にスラッシュ名義でスポット参戦し、シントディサイプルズオブニューチャーチを再結成。ダックスと対戦するが敗戦した。他、ベンインディー団体を中心に多数のタイトルを獲得。ありがとうございます。